ャンネルをご視聴いつもありがとうございます。恵美子さめです。今日は等身同意のレッスン動画です。法然温度は子宮体できるけど等身同意はやはり難しいという生徒さんが多いので、そのあたりもお話ししていきたいと思います。BEB の調弦に合わせました。まず法然温度の出だしを弾いてみます。3、はい、前奏はほぼ法然温度と等身同意、この後等身同意やりますが、ほぼ、似てますね。まあ、そもそも法然温度というのが等身同意に似せて、作った勝ち走り曲というところも、似てるのは、当然のことではあります。法然温度ですね。出だしが7を弾いた後、と歌い出しのうが入るわけですが、入るんですけども、泣いてのところなどは5-4、5-4弾きながら同時に歌えるところなど、またその後大量のところも大量と7-4、5-7を弾いてる時に大量と同時に歌える、つまり三線と歌が一緒に演奏できるところが等身同意よりも法然温度の方が多いんですね。それと、あと法然温度の方が、標準語なので歌いやすいというのももちろんあります。等身同意の歌詞は、全て内縄口になっています。それでは等身同意の前奏に入ります。と、その前に、この開放弦の練習が大事です。早弾きのリズムが、タンタ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 。この早弾きのリズムが、手首柔らかく、しっかり、右手でバチ当てができるようになってから、ぜひ曲に入ってください。8年前にも等身同意のリズムトレーニングの動画をいくつか上げてますので、ぜひそちらも参考にしてください。ミー汁ですね。ミー汁をトーンと、これが楽勝にできるようになったら I4-Co-Co-4-I、 これを2個ずつ叩いていきます。3、はい。手首を柔らかくして。なぜこの練習が大切なのかというと、右手、このバチ当てが安定して、そして左手も余裕が生まれますので、まず右手だけでリズムが取るのが難しいと曲に入ってからもつまずいてしまうことが多くなると思います。ですので、まず今の開放弦の練習をできたら3分、もっと頑張れたら5分ぐらい、楽に、何事もないように手首が動くようになってから、ぜひ曲に入ってください。実際の曲は等身同意、
3分で終わらないですよね。もう長いとずっと永遠にね、ライブだったりと弾いてたりすることがあるんですが、ですのでまあ5分ぐらいこう手首を動かすのにも体力やね、あとどうしたら楽に疲れないかというのも弾いてるうちにどんどん三線と仲良くなって、身についていけると思います。等身大いってみます。3、はい。上から弾いてますので左手を手元アップにして移していきます。前奏です。3、はい。はい、ここですが5から7、5から7を離すときにと5を離してから7に行かないようにしてください。5を離して7を押さえると音がプチッと切れてしまいます。ですので前奏もやはりスムーズにできるようになるまで繰り返してみてください。でこの時にこう7を離すのが完全に間違いというわけではないのですが、4を鳴らしてこう弾いた瞬間に7を離すとそこまでギリギリ7の音が伸びます。ですのでこうではなく、でこの時に初めて7を離す、こう弾いたと同時に離すぐらいにすると音がつながってつながって綺麗に聞こえます。親指はできたらここに押さえておいて距離を測るような役割をしていますが、どうしても手が痛い方とかは無理をしないでください。歌い出しをいきます。最後の前奏の最後のですが、これが何回弾いてるのかわからなくなるというのがよくあります。最初から同時に歌うのは難しいので、数える方法としては74が最後の74を弾き始めてから10回弾くんですね。こんな感じでカウントしてみてはいかがでしょうか。この前奏の4回目のここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、5、4、5、4、こうなります。はい、74が10回もあって、その後初めて5、4、5、4というところですね。これは本当に私も最初初めて難しい曲だなと思いました。初めて三線を、で1回この譜面を見て曲を聴いて無理だと思ってね、すぐ諦めてしまったんですが、その後部分的に練習すればできるんじゃないかと思って、1行ずつ、本当に4マスずつぐらい練習しながらなんとかできるようになりました。
ですので、まずこの等身同意三テーマまでを練習しましょう。このポイントとしては、この前奏の4回目の終わりから練習して歌い出し、またはなんとなく歌えそうな方は口ずさみながらやってみてください。3、はい、こんな具合になります。なので歌を入れる場合は7-4-7-4が5回弾いた後に歌に入るという形ですね。もう一回言ってみます。3、はい、でしょうか。なんとなくつかめてきましたでしょうか。それでは先に進んでみます。次は一三ハエーナランシア、または一三バエーナランシア、はい、はい、ここまでの区切りで言ってみましょうか。一三映えならんしや、優位やな若さまでね、若さのこの老尺、老尺、この時点で難しいと感じた方は、この老尺をね、なんとかこうやっつけてください。できたら同時に押さえて、この形、これがね、難しいんですよね。最初このね、手の形が、こんな形でね、普段こう、何か物事ね、するとき使わないですからね。なのでこんなに広げてろう尺を抑えるという、でもコツをつかめれば抑えられます。こんな感じになってます。裏側はここがぺったりくっついてしまう方がたまにいらっしゃるんですが、なるべくくっつかずにこういう向きなんですね。チョップで押さえて、まずろうを抑える、ろうを抑えてから尺、ローのところにシールが貼ってあります。ローから尺、こういう動きになります。はい、ロー、まあ、もし難しかったらロー尺、ロー尺と一個ずつ押さえてもいいんですけども、小さめも一気に、まあ、こうい、まあ、本当は、ね、一つずつ押さえるのも、まあ、悪くないですが、そう、こう弾いた時点でもう一回ロー尺押さえるので、押さえたままの方が勘どころがずれない、また離すとまた押さえてずれてしまう可能性もあるというようなね、ところでろう尺を一回押さえて、またろう尺を弾くので、押さえたままで小サメはろう尺をまた弾いています。この部分弾いてみます。3、はい、はい、この尺も近い方の尺ではなく遠い尺ですので、はい、だいたい民謡に出てくる尺は遠い尺が多いですよね。はい、この若さのところがクリアできるように、この老尺、老尺を繰り返し、指をどのように押さえたら押さえやすいのか試行錯誤しながらしてみてください。ここは結構苦労するところですので、すぐにできなくても大丈夫です。それではゆっくりその部分弾いてみます。こうこうから尺、この尺もね結構遠いですので、5から尺に行くとき、ちなみに5から尺に行くときもこのように離してピッピッと、こう離して次の勘どころを押さえに行かずに、こうなるべく押さえたまま尺、こう難しいですよね。5から尺に行く時のコツなんですけども、この人差し指の付け根、この付け根が竿の上で1センチぐらい滑って、1.5センチ以上滑って尺に行くんですね。5を押さえた後こう離してこうではなくて、こう押さえてこのまま滑らせて、この
先ほどのここのところをこう押さえた後に滑らせて尺を押さえる。外れましたね。そうですね。この尺を押さえるのも最初難しいので、5から尺の練習も繰り返してみてください。結構この流れ出てきます。若さの後ですね。若さ。区切りですかね。それか早瀬する結がなまで行ってしまってもいいですね。ではもう一度若さの後から、はい、若さ難しいので練習しておきましょう。上尺上尺上尺、これもさっきの合尺と同じように結構な距離がありますので、距離をしっかりで、この時もやはりこうやって手を完全に上を離してから尺を引かずに、上を引いた後このまま音を伸ばすとクイーンとなってしまうので、と押した後このまま人差し指の付け根を竿の上で 1.5 センチ以上、もしくは2センチの場合もあるかも、滑らして尺を押さえる。そう、つまり人差し指から小指の動かし方、これが5から尺に行くときと上から尺に行くとき、ほとんどこの2つは似たような手の動きをします。ハイヤセンするユイヤナ行っちゃいます。愛を弾いて、ハイヤセンするユイヤナ、ハイヤセンするユイヤナ、もう一度弾いています。ハイヤセンするクンクンシーも覚えながら弾いてみましょう。ここ74、ここ74って言いにくいので、ここなよ、ここなよで歌っていきますよ。3、はい、ここなよ、ここなよ、ここなよ、なよなよ、ここなよ、ここなよ、ここなよ、なよなよ、ここなよ、ここなよ、で弾けるように目指していってください。それでは等身同意の練習法のポイントについてお話しします。1、部分的に区切って練習していきましょう。2、右手の
早弾きのリズムがまず開放弦でしっかり安定して鳴らせるようになってから曲に入っていきましょう。そして3、まずは三振のみ、または歌の方が先に覚えられるかもしれないと思ったら、ぜひ繰り返し三振の伴奏に合わせて歌のみを練習してください。ですので三振のみ、歌のみ、そしていずれ合体といけるようにぜひトライしてみてくださいね。トーシンドリのレッスン動画いかがでしたでしょうか。まだまだ伝えきれてない部分があるかもしれませんが、ぜひ気楽にコメントください。そしてグッドボタンもお願いします。またいろんな動画を発信していきますので、ぜひ応援してくださいね。